皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。久々にですね、氷川公園にやってきました。バラの花もう咲く準備ですね。写真家の千田先生がですね、岩手の本当に素晴らしいお写真をツイッターに載せていただいてて、この場を借りてもう改めてお礼を申し上げたいと思います。私もですね、妻が石川啄木の生まれた岩手県の渋谷村ですね、今もう盛岡市に編入されてるそうなんですが、当時玉山村って言ったんですかね、その渋谷村に学生の頃、結婚しようと思った人がどんな人なんだろうと思って一人旅行ってみました。いや本当に柔らかに柳屋を埋める北上の岸辺目に見る泣けとばかりに、啄木の歌がですね、短歌ですね、胸に迫ってきて、もう本当にホロホロと川べりでですね、涙を流してたことを思い出しました。なんで岩手県の、いろんなところに、広いんですよね岩手って。お邪魔しましたけども、もうどこでもその北上川の柔らかな流れが見えて、岩手富士が見えて、すごくなんていうかな、寂しいという気持ちとはちょっと違いますね。なんていうあれなのかな、もう胸にこう、迫ってくるものがあって、そうですね、ずっと詩を書いてましたから、その詩をそこでもいっぱい書いたんですけど、非常にこう詩人にとって、私じゃないんですよ、詩人にとってその何かをこうインスパイアさせるものがあるんですね。昨日そのたまたま妻と知り合う前に、妻には3回振られて、もう一時諦めたんですよね、浪人時代もうとても相手にしてくれないと。でそれに対してすっごく綺麗な人が私を構ってくれて、でその人がまあ私たちの学年で一番の人だったんですよね。でその人の誕生日にその大きなバラを持ってですね、追っかけたんですよね。でその1週間前かにバスケットでぶつかって膝に怪我をさせて、申し訳ないなと、そのお詫びもあってバラを持って追っかけたんですけど、横浜に住んでるその人見失ったんですよね、渋谷駅で。その田舎から出てきてて、都会にはもう1年いたんで慣れてるつもりが、やっぱり定期でスースーと行く人と、その今じゃね電子のマネーですけど、私みたいにお金を払って行かなきゃいけない人とでも全然ダメで、それで見失ったんですね。で大人になってからその時のことを、勉強しなさいとかいっぱい言ってくれてありがとうって、おかげであなたに構ってもらってったおかげで決闘申し込まれましたよって言ったら、すごい意外そうな顔してって言うんですよね。でいろんなほらスポーツも見に来て応援に来てくれてたから、少しは思いがあるのかなって うぬぼれてましたって言ったら、もっと驚いて、全くありませんと。もう本当に全くありませんと。じゃあなんであんなに親身に看病してくれたんですかって言ったら、昨日申し上げたようにフェリスの方でですね、神様の慈愛っていうかな、慈しみ、同級生はね
ちゃんと大事にしなきゃいけないって、だからそれで来てたんですよっていう話で、はあ、まあ勝手に恋に恋をしてたっていうことが何十年かぶりに分かって、そうなんだって、まあ男ってうぬぼれの強いものですね。おまけにその副作用で血統まで受けてるんで、全く関係ない、あの目にも入れられてなかったっていうことが分かって、まあショックだったですね。まあそれはどうでもいい話ですけど、昨日あの神崎の市長の内川さんとも話をしてですね、みんなすごく喜んで頑張って頑張って頑張ってくれました。でもその矢先にショッキングな、まあ個人的なことであれですけど、やっと母が退院して歩けるようになったかと思ったら、今度はまた妹がマンホールにつまずいて、足と肩と指と骨折だと、もう不憫でならないですね。やっぱりこの骨形成不全症の難病が妹の場合強く出てるのかも分かりません。僕らはあの柔道とか、妹も佐賀県のテニスチャンピオンですから運動神経いいはずなのに、まあ運動神経とそのあれとは違うんでしょうね。また入院っていう形になりました。痛いだろうなって、自分で救急車呼んで、あの他のスタッフにも連絡してっていうんで、よほど家の前で、ちょうど仕事から帰ってきて家の前にマンホールあったかな、そこでつまずいたらしいんですけど、でもうその家族しか病状を教えてくれなくて、私のあの知り合いの病院なんですけど、あっちゃなんかの収録ですね。いやいやいや、これは困った。久々のさっき吉池さんの前でテレビカメラがあったんで、何かなと思ってたら、なんと今 YouTube の収録とかも多いですからね。まあそれでちょっとできるだけ早く帰って聞かないとですね、いかんなと思います。さて、あの昨日の決算行政監視委員会、あの国会中のあのテレビでも、それから、ツイッターライブでも流してますし、 YouTube にも上がってるのかな、あのぜひご覧になってください。我が党からはですね、あの3人の仲間が質問をしました。それぞれやっぱり、ああいい仲間に恵まれてるなって思う。あの私委員長なんで、その一個一個こう他の党の皆さんもね、あの与党の方もいい質問されてましたね。あのでただその決算なんで政府参考人がものすごく多いんですよ。であの委員部の皆さんがその名前とあれを所属を並べてくれるんだけど、その人が多すぎて重なり合ってて委員長席から見えないんですよ。何番目の何という人が手を挙げてるかっていうのは、いや非常にその時間が限られてるんで神経使いましたね。あんなに10人も十何人も来ると、まあさすがにその見えりゃいいんですけどね、こっちからあの重ね合って見えないんですよね。まあでも本当昨日あの篠原豪さんの質問も良かったですね。あの林くんに質問してたんですけど、 NATO の本部にですね外務大臣が行くとか普通ないんですよね。いやなかったんですよ。わざわざその NATO の人に会うのもどっか別のところでやってたのを、彼あの林くんは NATO 本部まで、外務大臣ですからね、防衛大臣じゃないですからね。
しかもあの東西冷戦後ワルシャワ条約機構というのはなくなりましたけど、その逆面 NATO は残ったわけですね。で今その NATO の東方拡大が問題になっている時にですよ、問題とロシアがしている時にわざわざ今までの外務大臣も行ったことないところに行くかと、昨日あのある与党の有力政治家とお話をしました。で私彼にちょっとの前のめりしすぎないかと、あの千と千尋のあんな綺麗な映画を持ち出すのは申し訳ないですけど、あの顔なしを招き入れちゃうところがありますよね。今の日本ってすごいまがまがしいものを招き入れてるような気がしてならないんですよ。でなんでそこまで行くんだって言うと、彼はいやいやあの G7 の合意の真ん中を行くことが私たちにとってもすごく日本の安全を守ることだっていうわけですよ。そうかって、敵国条項ある中でしかも平和条約も持たない国が隣で君たちが言ってる侵略をやってる時にそれやるかと。で別の友達がですね、私が日頃言ってるようなことを言ったんですね。あの経済制裁してる国は 16% しかない、むしろ巴投げ受けて制裁してる方がひどい目に遭ってるじゃないかと。でそんなんでいいのかと、トランプさんのアメリカとバイデンさんのアメリカ違うぞと、共和党になったらはしご外されるんじゃないかと。いやそんなことよりもまずは日本国民の安全とそして平和じゃないかと。これ以上そんなことやってあの逆に勝利なんか得られないだろうと、むしろ紛争を長引かせるって犠牲者を増やすだけじゃないかという話を したんですね。で意外とあの林くん、まあ、私もそうでしたけどアメリカで勉強してるんですよ。だから私も昔っていうかついこの間まで自分がアメリカ大陸にいるかのようなそんな錯覚をする人がたまにいるんですよね。たまに結構多いよね。で私すごくそれ危惧しましたね。昨日篠原豪さんがその辺をバシッと言ってましたね。青柳陽一郎さんの質問もすごく良かったです。それから藤岡さんですね、彼金融庁にいたんで今日もいくつもニュースになってますでしょ。あの日銀総裁とのですねこの円安はですね日本の国民の生活を直撃してるんですよ。特に弱い立場の人たちは。で貯蓄があったらまだ別ですよ。だけど貯蓄なしの世帯、それから給料が上がってもういないわけで逆に下がってるわけでしょ。そしてあの年金はまた下がってるでしょ。そうすると暮らしていけないんですよ。で日銀総裁来られてましたけどちょっとやっぱり藤岡さんの若さとの対比のせいか、まあそうじゃないでしょうけどちょっとお元気でないですね。だって2年間の異次元の緩和措置がもう何年になってます。で機能的財政論をやるためにはそれは日銀の金融緩和必要ですよ。だけど片っぽで思いっきり増税緊縮やってるわけでしょ。だから GDP 伸びないわけですよ。日本が一人負けしてるわけです。明日は日本未来を作る勉強会、衆議院選挙第49回の後初めてのやります。で森永康平さん来ていただいてぜひあの私もまた夜あの機能的財政論始めますんで
あのビズチャンネルご覧になってください。2回にわたってあの1回目が今アップされてますかね、私のあの時はウクライナ侵攻なかった時の収録なんですよね。まだでもあのぜひですね皆さんご覧いただいて、明日4時から日本の未来を作る勉強会、あの総支部長の皆さん、それから落選した仲間にもいっぱい声をかけて、ウェブです、で私の部屋でやるんで、その部屋で入る人は限られてるんですけど、ウェブで何十人という人たちが見てくれますんで、皆さんもライブやりますんで、どうあの森永さんが OK って言っていただければですね、よろしくお願いします。じゃあこれで絵を閉じます。あっちゃ困ったな、収録と重なった。では皆さん良い一日を。どれがいいか、これが綺麗ですね。ごきげんよう、ありがとうございますね。えスズメのこの人たちも夫婦ですね。ねえ昨日お前友達からこの動画見てて、お前あの人に声かけてもらってたのかとか言うの、許せんというのがあって、もう二次被害を危うく受けるとこでした。まあそれだけね、憧れの人ってマドンナってどこにでもいるんですね。でも全く興味関心なし。まあそれもよし、頑張りましょう。